Rise on me お腹じゃなくどうもダメなもんじさんにむらです。どうもホイップ坊やです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 Rise on me でございます。久しぶりの収録だうるさいな。テンションが上がってきましたよ、三村さん。ちょっとね、ご無沙汰しておりましたので。ほんとだぜ都合3週間も休みになっちまったよちょっとね、残りの1週間はね、僕の方の都合でお休みさせてもらいましたから。どの面下げてですよリスナーがいつまでも受け入れてくれると思わないでくださいよ、三村さん。そこは二人三脚で謝っていけや。なんで敵側なんだよ。甘えてますよ、もう。帰れる場所があると思うな。ごめんなさい、ちょっとテンションが高くなっちゃって。申し訳ない。本当だよ。久しぶりだから、なんか。通常運転でお願いしますよ。ごめんなさい。はい。今回はですね、お便り会と題しまして、ライスオンミーの YouTube チャンネルでそれぞれの回にいただいているコメントや、Twitter でハッシュタグライスオンミーをつけていただいているコメント、いくつか抜粋しまして、ご紹介していきたいと思っております。うん、ですから、もう3週間前の回になりますかね。そうだよ。もう、はい、聞いてる人も、そんな回あったっけなってなるよ。ちょっと振り返りながら行きたいと思いますけれども。まずは、ホイップさんが、ピクセル7にスマホを変えて、これがいいよということをね、ちょっとプレゼンした回ですけれども、地球そのものさん、ホイップ信者でもあり、アップル信者でもあるので、精神が引きちぎられそう。真剣に悩んじゃった。あんなにアップルを批判するから。もう引き裂かれそうになってんだね。俺はどっちにつけばいいんだって言って、ね。断然アップルですけどね。いや、おい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 。おいおいおい、言うね。あなたもピクセルにした方がいいですよ、三村さん。僕もだから会議以降ちょっとしようとしました。うん。ただホイップさんが言ってた下取り の、うん、サービス期限がね、終わっちゃったんですよ。え？マジ？僕が見てる限りはですよ。え？本当？そう、だからホイップさんが言ってたぐらいの、なんかこう、ほぼ満額みたいなサービスは、うん、なんかないよってお店で言われて。お店で？家電量販店に行ってね。なんで家電量販店で買うんですか？いや、買うつもりはないよ。ただそのシステムの話を聞こうと思って、そういうのなんかあるって聞いたんですけど、っつったら、うん、あ、でもそれはもう期間的にちょっともう過ぎちゃってて、みたいな。ふかしこいてんですよ、家電量販店で。家電量販店でスマホ買う時代じゃないでしょうね。いや、そう、結局はそう、シムフリーで買わなきゃだから、俺も。そうそうそう。そうそうそう。だけど、そうやって言われたから、あ、そうか、と思って。ダメだわ。ビッグカメラとかでパソコン買う人？買わないんだけど。あ、でも、買うこともあるよ、別に、全然。うわ。一から IT 教育しなきゃ。この子には。そこ怒られんの？俺。ダメだもん、ね。家電量販店に行って何かを聞くことはもうダメなの？ダメだよ。だって、家電量販店のスタッフさんは味方じゃないからね。全く。嫌な思いしたことは当然俺もあるけど、うん、そこまで敵意むき出しでもねえよ。Google のさ、スタッフじゃないんだから。まあね、うん。だけど詳しいかなと思うじゃんか。俺がいるだろうが。なぜ俺に聞かん。まあいいや。だから、地球そのものさん、今のやりとりで分かったと思います。アップルを捨てないでください。なんで、一番親身だっつうの。案件でもないのにさ。それはそうだね。うん。いやでもまあまあ、嫁がね、ちょっとピクセル7本当にしようとしてます。うん。うん、それは本当に考えてますよ。そんな中、ヒロ8843、うん、前にホイップさんがピクセル5に変えた時と全く同じ話をしている。うん、OS 乗り換えでもう一つ重要になるのは、有料アプリにあると思う、うん。無料アプリで無課金を貫くホイップさんは気にしない部分ですけどね。いや、かましいわ。最後の一言が余計だな。ということで。俺、ピクセル5の時と同じ話してたんだ。その時は、まあ確かにピクセルいいって言ってましたけどね。うん、多分、なぜピクセルにすべきかの論拠も、全部同じこと言ってたんだろうね。おそらく。なるほど。まあね、そうでした。うん、ただその有料アプリという部分ですけど。これはあるよ。確かに。やっぱり、買い直しになっちゃうからね。うん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 、それはあるけど、でも、みんな結構有料アプリ入れてんのかな？入れてんじゃないですか？入れてんのか。
まあ、この間がね、すべて 100% メリットばっかりという話は別にホイップさんしてないからね。まあね。悩みどころはいろいろあるよというところですから。まあ、でも1個500円のアプリだとして、うん、4個入れてて2000円でしょ、うん、まあ、いいじゃん。っていう考え方もあるよと。うん、うん、うん。まあ、この辺はだからどう判断するかという感じですね。うん、そうだね。はい。それから、吉尾さん、うん。私も変えましたよ。以前のホイップさんの熱弁を聞いて、うん、次はピクセルにしようと思っていました、うんうん。最初の設定で苦戦した以外はあんま変わんないですね。うん、ただ指紋を全然認識してくれないのはなんとかならんかな。うん。うん。なるほど。実際にピクセルにされた方のコメント。ね、いや、そうなのよ、うん。結局あんま変わんないのよね。おお、だって俺 iPhone 8かな、俺最後に iPhone 使ったの。うん、はい。iPhone 8からやっぱ Android 変えた時、うん、まああんま変わんねえなってやっぱ思ったから、うんうんうん、もう今そんなもんですよ。ね、10年前ならいざしやつ。うん。まあこれは一つだからね、メリットのある意見というかね。うんうんうん、指紋認証はね確かにあるけど、うん、俺ね他のスマホでスマ指紋認証やったことないから、うん、あんまわかんないけど、はい、うん、確かにね反応しない時はある。手ベタベタしてる時とかは認識してくれなかった時もあるけど、うんうんうん、まああの顔認証もあるし、うん、昔ながらのピンコードもあるから、はい、そうか、顔もあれば指紋もあるんだね、ピクセルは。そうそうそう、指紋で失敗したらピン画面が出てきて、番号入れて開けたりする。なるほどね、うん。まあこういうのもあるよと。うん、それから、卵焼きチョップさん、うん、2週間後の、まあだからこのアップされてからの、うん、ワイフさんのピクセル使っての意見を聞きたいです。おー、それは奥さんもね、うん、ピクセル7にしたっていうことで。実際どうですか？その時ちょっと最初ブーブー言ってたってことですよね。うんうんうん。うん、いや、ほとんどね、文句言わなくなったね。おー。うん、じゃあやっぱ慣れたという。いや、そういうことだと思いますよ。で、この間見たらね、すっごい俺より使いこなしてるよね。おうおう、設定でこうやって変えられるんだよって逆に俺が教えられたからね。ああ、なるほどね。うん、まあ、じゃあ全然それはそれでこう楽しくなってるというか。うん。なんかね、こう、横からスワイプするとき感度がうんぬんかんぬん言ってたけど、うん、まあ、それも慣れだと思うけどね。なるほどね。まあですからちょっとこういろいろホイップさんが話したことで、いろいろちょっとこう感情揺さぶられてる方もいるということですよ。うん、はい。はい。そして続いて、あのリスナー合コンをやりますということを、うん、まあ、発表しましてね、うん、多くの方に、まあ、参加者のね方もちょっと集まってきましたし、うん、それからスーパーサンクスもいろいろいただきまして、うん、本当にありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。そのなんかちょっとコメントいくつかだけ、うん、メロトンポさん、プルタブを拾い集めて監禁しました。幸せなリアリティショーを期待していますということで。もうプルタブついてる感もなかなかないだろう。必死でもそれ集めてスーパーサンクスをしてくださった。40年前の小金の稼ぎ方。そこまでしてでもやっぱ見たいと楽しみにしてくださってる方が、いやありがとうございますね、本当に鏡ですね、本当に鏡だよ本当。それからペンポンポコさん、うん、献金は月収の3割以内です。家族に了承をいただきました。信者の信仰に基づくお布施です。ありがとうございます。やめてやめてやめて。怖いからもうカルト臭強くなっちゃうから。いや、あなたが熱心にやり続けた結果ですよ。こういう信者がどんどん生まれてるんですよ。俺が始めた物語だったか。プルタブを拾い集めてみたり。信者を奴隷のように働かせ。月収の3割を納めさせ。本当変なコメントばっか来るよ。危険すぎるよ。本当に公安にマークされる日も近いぞ、これは。それから、パンサーヘッドさん。うん、この方もスーパーサンクスくれてて、うん。お金を払えばコメントできると聞いたので。いやいや、ちょっと待ってくれ。そんなシステムじゃないから。いや、確かに、この回は、みんな、スーパーサンクスしてくれたから、そういう空気感が出てしまったっていうのはあるけど、まずそんなことはないですよ。そんなことはないから。ちょっと勘違いされましたけども、うん。ババムーはスーパーサンクスしてないから、この回。おい、おい、名前を出すな。こいつは、こいつはじゃねえ。こいつはしないで。おいおい、すごい数のスーパーサンクスが飛んでるなって言って、こいつだけはしてないから。こいつだけはしてないなじゃないよ。してない人もありなんですよ。だから。じゃあ、パンサーヘッドさんの考え正しいことになっちゃったの。こんな名指しされて。
いや、いい皆さんありがとうございます。いいんです。してない人も、してくれた人も、両方ありがとうございます。反応いただけてるだけありがたいんです。ありがとうございます。それから、ピンポン256795さん。うん。参加者からもらえばいいんじゃないと誰もが思った。いやー、うーん。まあ、そう、俺はそうかもしれないんだけど、まあまあまあ、そこはさ、うん、参加に手を挙げてくれた、その心意気を買いたいじゃないのさ。そうですよね。うん。そういうやつよ。ね。まあ我々としてはやっぱり撮影させてもらうとか。そうそうそう。YouTube に動画を上げさせてもらうっていうところの思いっていうのがあるからね。そう。うん、僕らの方も、メリットはあってやってることだから。うん、そうですよ。だからまあ、ちょっとね、そこは出してあげたいっていう感じはあった。うんね、はいはい、それこそ遠方から来る人もいるからね。そうそうそう。交通費は自腹だからさ。ね。本当ですよ。だからそういう意味ではそこをね、ご理解いただいて、たくさんの方にスーパーサンクスいただきましたから。ね、まあちょっと本当に感謝感謝という感じですけれどもね。ありがとうございます。はい。そして続いて、ホイップさんが、まあ、過去にこう ED だった。うん。まあ、それをこう克服するためにね、うん、いろんな努力をしたっていうことを、うん、いろいろもう本当に洗いざらい喋ってくれた回ですけれども、うん、バナナくんさん、ストイックジュースは今年一番面白かったです。ホイップ教信者やめなくてよかったです。いやいや、どこで踏みとどまっとんじゃん。これやっぱすごいなと思ったよ、ホイップ教。こういうのがお好みか。ストイックジュースが今年一番面白かった。我慢汁の言い換えがそんなに良かったか。みんなも職場で使っていいよ、ストイックジュース。どう使うんだ。あ、こういう評価があり、うん、それから、カツゲン0705さん、うん。完全にガリバーボーイのイーグルマインダーのノリなのに、キャプツバのシュートに言い換えたホイップさんのトークドライブ。ということです。この男はよくわかってるな。よくぞ気づいた。これに関しては、僕が全然ピンときてないです。来い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 、来た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 、マジックマインダーっていう、この決め台詞の日曜朝8時からやってたガリバーボーイってアニメがあんのよ。はい。で、俺もあの時喋りながら、来い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 、来た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 って言ってたものの、あ、ガリバーボーイ誰も知らねえやと思って、ポップなキャプツバに変えたっていう、俺の素晴らしい臨機応変なアドリブ。それに、カツゲンさんは気づいた。気づいた。ホイップ、俺は、その、気遣い見逃してないよっていう、カツゲンの、非常にいい視点のコメントです。そうですね。気持ちよさそうだもんね。うん、このコメント紹介してから。気持ちいい。あ、分かってくれる人がいた。二人でやってくれる。DM とかで。いいのよ。みんなの前で言うから意味がある。公共のコメントで残すあれじゃないかな。ガリバボーイ知らない？これあんまり分かってないな。マジ？キャプツバも正直分かってないからね、あんま。時空を超えた冒険の旅ですよ。続いていきたいと思います。果てない。ワンダーラン。わかんないっつってんの。そう。はい、次行きますよ。はい、ゴリリ教さん。ニムラさんは天才型、ホイップさんは努力型。人前で尻穴出しても種は出ず、なんだなってことだけど。うまいこと言ってますよ。確かにね、もうニムラさんは、いついかなる時でもね、こう、立って射精をすることができますからね。おい、え、語弊があるのよ。そういうなんでその、いつでもどこでもって。AV 男優のセンスに、すごい恵まれた、天才型ではあるよね。話が変わっちゃってるよ、それは。違うよ。人前とかでもね、立てますもんね。ねえねえ、ストイックジュースっていう言葉を生み出した人がさ、うん、そんな直球で立つからとか。これもオブラートで包めと。申し訳ない。こういうシーンがあり。今日浮ついてるから。久しぶりの収録だからさ。そうだね、うん。楽しそうだよ。申し訳ない。みんなね、憂鬱な月曜日にこの音源聞かされて。本当に申し訳ないけど。下品だなっていう。まあでも相変わらずなんだなとは思ってくれてると思いますよ。はい。で、その回の後次が、このホイップさんが不妊治療を、うん、まあ始めたというところでね、いろいろちょっとそのクリニックに行って、うん、まあやってる上で、ちょっとその待遇というか、その対応があんまんじゃないかみたいなこととかは結構もう真面目にいろいろ喋った回なんですけれども、
青井さん、うん、私の通っている不妊クリニックはパートナーも普通に入れて、検査や治療の説明など内診以外のすべては私のそばに夫がいられるようにしてくれます。お、それってありがたいことなんだなとお話を聞いて感じました。妊活私も頑張ろうと思いました。おー、いい病院ですね、うん、ねえ、そしてそのホイップさんの話が一つ励ましにもなってるという、ね、ちなみに私も、うん、我が家もちょっと病院変えることになりましたね。はい、変えますか。うん、うんうん、で新しい病院は、うん、旦那さんも来ていただかないと治療を開始できませんよと。なるほど。一緒に段取りこれからどう進めていくかを、うん、旦那さんも来てこないとダメですよの病院にしました。あ、いいんじゃないですか、その判断でね。すいません、うん、僕のね知り合いでね、やっぱ不妊治療された方も、うん、たまたまこのライスオンミーのこの回聞いてくださって、うん、結構熱を持って僕のところに近づいてきて、ホイップ坊やは病院を変えるべきそう、結構そんなこと言ってくれた、うん、真面目に強く来たね。そうですか。いや、もうそれはやっぱりこうなんか揉めてもしょうがない話だから、うんうんうん、もう変えちゃうっていう、うんうん、もうそこでモヤモヤしててももう損だからっていうことを言ってましたんで、うんうん、なるほどね。だからホイップさんのその変えるっていう判断はまあまあ賢明だったんじゃないですか、うん、ちょっとねワイフには申し訳ないところはあるけど、うんうんうん、まあね。それからね、ヤマタノオロツさん、昨年度父になりましたが、うん、エコー写真も立ち会いもできませんでした。多分日本全国そういう状況だったんだと思いますが、自分の優先順位の低さを目の当たりにした出来事でした。予定日が近づき、緊急帝王切開になる際に初めて LINE を許され、うん、主治医の顔を見ることができましたが、うん、LINE の際の待合室の女性の目もきっと忘れないと思います。ほー、うーん、マジ？まあね、だコロナになって、うん、だいぶそこは厳しくはなってるよね。マジ？うん、でも結構過度に厳しいなとは僕も今恐ろしいな。うん、読んで思いますけどね。以降も無理だし。うん、そうだよ。ええー。うん。帝王切開の時に初めて LINE が許された。ね。うん。きつすぎんか。そうだね。そこまで弾かれなきゃいけない？だ、僕もだから、3人目の時って、やっぱ、病院に行った回数って本当に少ないね。ただ、まあ、全くエコ写真見れないとか、そういうのはなかったけど、でも数としては1回、2回とか。ちょっとだけお父さん来てくださいぐらいの感じで。で、あと出産も全然やっぱ、うちも帝王切開なんだけど、なんで直接その生まれた赤ちゃんを抱けるのはお父さんだけで、他の近親者はもう全くダメですね。相当厳しいは厳しいけどね。なるほどね。うん、まあ、こういうことがあるということですよね。真面目なコメントだから全然コメントしねえの。いやいや、ちょ、なんて言ったらいいか分かんないわけよ。正解ってないから。いや、分かるよ。正解ってないけど。分かるけどさ。正解ってないけど、俺は耐えられんわ。そうですね。エコーも無理で、うん、はいはい、帝王切開の当日にようやく先生の顔見れるみたいな。ねえ。こういうところもあるよということですよ。まあ、ホイップさんが話したことによってね、こうやっていろいろと教えてくださる方もいるということですから、うん。はい。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、僕がグミを紹介する回がありましたけれども、はい。はい、こちら、マダムヨンさん、ホイップさんのペーしていいですかというこのコメント、食レポではなくて何か別のお仕事の話が来そう。これを活かせる仕事ある。そうですね。ぜひ紹介していただきたい。ただ、確実に食レポではないよね。食レポお願いしたいタレントとして、ペーしていいですか？絶対やっちゃダメだからね。世界のゲテモノ料理とかかな。そうですね。まあ、やっぱホイップさんのこの食レポに関してはやっぱね、いろいろコメントもありましたけど。あとは K さんがね、はい、待ってました。一番好きな企画です、うん、グミが食べられないので食レポは本当に助かりますってことなんですけども、うん、ちょっと引っかかりますね。本当に待ってたかな。グミが食べられないのに、うん、あれ僕最初だから一番好きな企画ですまで読んだ時にすごい嬉しかったんですけど、その後からね、グミが食べられないので食レポは本当に助かりますと、あれってなりましたよ。あれ皮肉か。そうですね。イギリス人みたいな。そうだね。日本のジョークじゃないよね。日本のジョークじゃないね、これはね。
ということで、まあ、ちょっと3週間前のね、アップの会議になりますけれども、こうやって振り返ってですね、いる皆さんからのコメントをご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、このようにね、YouTube の方にコメント、もしくは Twitter でハッシュタグライスオミをつけて、コメントいただけましたら、こうやって抜粋してご紹介させていただきますので、ぜひぜひ皆さんこれからもですね、コメントをたくさんお待ちしております。はい、というわけで以上、ライスオミでございました。ありがとうございました。ここからは